西之表市の占拠が始まり、結果によっては馬毛島の基地計画にも影響を与えると見られているね。中国の脅威を考えると待ったなしの案件、今更反対なんてつべこべ言わせず、さっさと進めろという過激な意見もあるようだな。今回は、この馬毛島基地計画の反対派や賛成派について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年8月6日、防衛省がアメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市にある、馬毛島に整備する港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したことが話題になったね。これまで公表していた滑走路や島内施設に加え、出雲型護衛艦などが入港できる仮設桟橋3本などがある大規模艦船係留施設の建設が新たに加えられていたためだよ。この馬毛島は種ヶ島の西方 12km にあり、面積 8.2、周囲 16.5km の低地で平らな無人島だけど、2005年平成17年の国勢調査によると、タストンエアポート社という、起業当時は馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっているんだ。その後、2007年頃からアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP フィールドカーリアーランディングプラクティスの候補地として上がるようになり、そして2010年、防衛省は馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定し、滑走路整備による航空基地としてだけでなく、上陸演習場事前集積拠点としての利用、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案し、種ヶ島などで地元説明会を開催したよ。聞くところによれば、2011年平成23年には馬毛島開発のオーナー問題やタストンエアポート社による滑走路建設などの事業が、原因で様々なトラブルが発生していたのだが、日本政府が間に入ってアメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年平成30年には防衛省が馬毛島を海上航空用自衛隊の拠点として活用する方針を発表したらしい。この間、東日本大震災という最大の天災や民主党から再び自民党へ政権交代があったが、この件については問題なく継続していたということだな。2プラス2の方針では出雲型護衛艦に艦載する予定で宮崎県のニュータバル基地に配備される F-35B 戦闘機の離発着訓練に利用し、さらに海上自衛隊鹿屋基地の P-3C や航空自衛隊ニュータバル基地の F-15J を展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を有事に分散配備する先として利用することなどが盛り込まれていたよ。住民からすれば騒音計画とも言えるようなものだったな。防衛省は当初の計画通り、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも利用するため、航空自衛隊の F-15J 戦闘機を使用して FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を2021年5月に行って、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明も実施したんだけど、住民の多くを占める高齢者の方々がその内容を理解したとは到底思えないんだよね。種ヶ島の西之表市では2021年1月の市長選挙で基地整備に反対する8板氏がわずか144票差で当選し、今後の馬毛島基地計画の推進を懸念する声が上がったんだけど、西之表市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しているから、この先については市長と反対派の市議 VS 推進派の動きが注目されるところだろうね。すでに種ヶ島島内の3市町村の中で、中種町と南種町は町民も町議会も自衛隊施設整備に賛成していて、現在防衛省では陸海空それぞれが、馬毛島での各種訓練計画を立案し、150から200名の隊員を常駐させる予定になっているんだって。そのため種ヶ島に宿舎を建設して、家族を帯同させ、保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は種ヶ島の宿舎から定期船などで通勤することになるみたい。この移設によって過疎化が進む種ヶ島2000人近い若い世代の人口が増えると見込まれるようで、それは地域の活性化には望ましいことで、基
基地や宿舎で消費される食料品や生活必需品は地元で購入することになるため、島内経済の活性化にも大きく貢献すると期待する意見があるぜ。そういったことを判断して、種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎していると見る向きが多いのは当然かもしれないな。2021年8月6日に防衛省が発表した馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、島の東側の海岸線に3本の桟橋などの艦船の係留施設設置計画が記載されていることで、これによって19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲型護衛艦の接岸入港が可能になるものとみられるよ。その係留施設は桟橋の他に、防波堤や消波堤が建設される予定で、大量の物資搬入や人員や燃料の海上輸送には必要不可欠なんだけど、これらが沖合1300メートルまで延長されるということに漁業への影響が懸念されるみたい。工事資材などの運び込みのために3本の仮設桟橋が設置される予定で、内訳は500メートル級が1本、700メートル級が2本だけど、これらは当然ながら工事終了後に撤去される予定だね。イメージ図には他にも滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などの飛行場支援施設、訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなど以外にも、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されていて、万が一の有事にもいつでも対応可能というくらい整っているという人もいるみたい。冒頭でも述べた通り、馬毛島はもともとアメリカ海軍空母の FCLP が行われる施設として利用する目的の場所だったな。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために年に数ヶ月は横須賀に寄港しているが、その間艦載機パイロットは空母着艦資格維持のため陸上の飛行場での FCLP の実施が義務付けられているようで、平時の場合、年に1回または2回の訓練を5月か8月に実施しているらしい。FCLP について説明すると、空母出航直前に集中して実行するもので、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練で、ネックになるため、夜間離着陸訓練 NLP で騒音問題が発生しているな。当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地としていたため、横田基地などと併用で実施されていたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは小笠原諸島の硫黄島基地で実施している現状だぜ。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは 1000km もの距離があり、アメリカ海軍パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大への懸念からアメリカ側は不満を持っていて、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に移転してからもこの近辺での FCLP 実施を要望していたということだね。距離の問題だけでなく、硫黄島には現在も活火山があるので地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に手間と経費がかかるんだ。だからこそアメリカ海軍は岩国基地より近い馬毛島での FCLP を期待しているわけだな。馬毛島の面積の 99.6% はすでに国が購入済みのようで、残りわずかな部分は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有しているよ。この私有地を八板西之表市長などの反対派が拠り所にしていますし、島内の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えるなどして自衛隊施設建設を拒絶すると思われるんだ。しかし、基地賛成派からすれば、種が島ないのに町や鹿児島県が施設整備に賛成の意を表しているので、この反対は大きな障害にはならないだろうと見ているようだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。